じゃあ、お集まりの皆様、市長遺伝研というイベントに来てくださってありがとうございます。今日、私の総研大の大学院生になった理由と、大学院の生活について紹介したいと思います。では、始めます。皆さんはもうお気づきかと思いますが、私は日本人ではありません。出身はアメリカのコロラド州です。綺麗なところで自然が好きな人は行ってみてください。もし遺伝研の大学院生になるという話を15歳の私に言ったら、私は多分、と答えるでしょ。私は子どもの頃からずっと生物学に興味があって、医者か獣医になりたかったのです。でも、子どもの時は日本のことについて何も知りませんでした。で、高校生の時、私の人生は変わりました。どう変わったかというと、日本という国の存在に気づいて、日本の文化、歴史などに興味を持ち始めました。特に漫画と日本のファッション。アニメの英語バージョンが嫌いでしたので、高校の隣にあった大学の日本語クラスを受けました。日本語の勉強はとっても楽しくて、どうしても続けたかったので、日本語専攻がある大学に入りました。今、留学を考えている皆さんにお役に立つかと思いますが、アメリカの大学システムと日本のシステムは大きな違いがあります。18歳の頃の私はまだ医者を目指していましたが、専攻にとっても迷いました。大学入学時の専攻は化学でしたけれども、数学が苦手なため、2学期の前に生化学に変更して、変更しました。神経関係のクラスを受けたかったので、分子生物学を取ることに決めました。それと同時に日本語を2つ目の専攻科目にしました。専攻は2つできます。これがアメリカの大学のいいところです。3つも持っている人もしてます。専攻を変えた後に日本の大学に短期留学をすることにしました。実は私の両親はすごく反対して、6ヶ月は長すぎると言いました。でも、やっと OK をもらって東京に来ました。とても楽しい時間を過ごしている間、半年はすぐに終わってしまいました。で、アメリカに帰った後、逆カルチャーショックのせいで、むちゃくちゃに日本語を使いたかったです。外国語をもっとうまくしゃべりたい人、英語に興味がなくても、好きなドラマや漫画で、英語で見たり読んだりしてみてください。ゲームが好きなら英語版があるのでやってみて。単語や文法を暗記するという外国語の勉強はつまらないですよね。自分なりの勉強方法を探してください。日本にはまってしまった私は大きな悩みがありました。医者になったらおそらく日本にはもう二度とと行けなくなる。大学4年、医学4年、研修プラス何年。もう医者になることは諦めました。どうしても日本に戻りたかったんです。皆さんはもう多分同じような悩みがあると思います。本当にやりたいことは何ですか？私の場合、生物学が好きでしたが、日本に対する気持ちの方が大きかったです。卒業した後に日本に来ました。憧れの日本に来て多くの外国人と同じように英語の教師もしました。実はその頃、大学院に行くつもりは全くありませんでした。英語教師のに限界を感じてましたので、就職活動を始めました。
タイミングよく研究関係の仕事を見つけました。その仕事を2年間やった結果、私は新しい発見をしました。研究が好きになったのです。特に発生生物学。前に働いてたラボのテーマ、哺乳類中性はとっても面白いと思いました。生殖細胞に関する研究に興味を持つきっかけになりました。さらに日本が好きになり、アメリカには帰りたくない気持ちが強くなりました。いろんなことを考えているとき、キーワードを3つ。生殖細胞、マウス、日本の研究所を Google で 検索した結果、佐賀県を見つけ、早慶大入学することにしました。5年間日本で働いてた後、運命の糸に導かれて、今佐賀県で毎日マウスと一緒の生活です。現在私は2年生で発生工学研究室というところで研究を行っています。私の研究テーマは哺乳類の生殖細胞の性決定を解析しています。胚性のマウスの未分化な状態の生殖細胞は、周りの体細胞からのシグナルを受けて、オスかメスかします。私はオスかの経路に生殖細胞の中の必要な因子に注目しています。でも、今日は私の研究内容の話ではなく、大学院生の話です。大学院生とは何でしょうか？大学院生の日常を紹介したいと思います。まずは、毎日こんなことをします。結構忙しいです。朝から先生と議論したり、勉強したり、実験、ジャーナルクラブに参加したり、研究、また論文を読んだり、いろんなことをやっています。このことは全部科学者になるために必要な勉強です。遺伝研の大学院生はみんなそれぞれの研究を行っていて、研究者になるために教授や他のラボメンバーと議論したり、セミナーを受けたり、毎日遅くまで勉強しています。そして毎週、国内と海外の研究員は、研究結果を発表します。これは遺伝研セミナーということで、学生、先生、ポストック、誰でも参加できるセミナーです。英語で行われています。で、もちろん学生も発表します。ポスター交流会とプログレスリポートというイベントで、今までの研究、新しい仮説の発表と議論、いろんなことを盛んに行われています。遺伝研の大学院生は研究者になりたい人です。テーマが多いので研究がうまくできるところです。今日の発表で話せなかったこと、例えば遺伝学専攻は何か、遺伝研と早慶大の特色は何か、わからないことは遺伝研の YouTube にでと、2年前からの大学院生の動画でよく説明されてますから、皆さんチェックしてください。最後に私から皆さんへのメッセージ。今悩んでも大丈夫です。将来を考えるのは簡単なことではありません。留学でも大学院でも、本当にあなたのやりたいことを見つけてやってみてください。大学院生の道は簡単だと言えませんが、If it's something you really want, nothing is impossible. と、今のは私の高校生の夢が叶って、とても充実した研究生活を送っています。で、他に何か質問があればお受けします。
何でも大丈夫なので、遺伝研大学院のポスターの、前に来てください。今日は皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。